おはようございます。大輔です。今、夜勤明けなんですけどね。ちょっと話したいことがありまして。皆さんご存知かもしれないですけど、ニュースになってますよね。結構前に、1週間ぐらい前ですかね。4000万円の給付金が、一人の人に振り込まれたっていうやつですよ。1世帯10万円の給付金が配られる予定だったのが、一人に4000万円振り込まれちゃって。で、ここまでやったら、まあそういうミスも人間だからあるよねっていう話で済むんですけど、なんと振り込まれた人、これ、ね、名前も性別も出てないっぽいですけど、返還を拒否してます、今。このニュース見た時にね、胸クソ悪いなと思いましてね、いや、身に覚えのないお金振り込まれて、返さずに入れる精神っていうのはすごいっすね。ものすごく図太いですよね。これも完全に偏見で物言わせてもらいますけど、絶対この人友達いないですよね。うん。で、近所付き合いとかもない。で、多分家族もいないっすよ、この人。おっさんじゃないですか。もう完全に偏見で決めつけてますけど。いや、友達めっちゃいて、家族ともね、和気あいあいと暮らしてたら、絶対こんなことしないと思うんですよね。うん。まあ、私も友達、岡山にいないし、近所付き合いもないんでね。それでも絶対こんなことあったら、怖くて返しますけどね。すごいっすね。返還拒否って。で、これびっくりしたのが、なんか刑事罰に問われないらしいっすよ。罪に問うのは難しいらしいっす。あくまで人のミスなんで、銀行側の不手際、銀行じゃないか、国、自治体の不手際ですからね。それのミスなんで、まあ、自分の口座に振り込まれてるお金は、もうその預金口座の持ち主がどう使おうと、自由っていうことになってるみたいですね。なんか、罪に問われるって聞いたことありますけどね、なんか、間違えて入金されたお金勝手に使ったら、確か詐欺罪とかになると思ったんですけどね。これ、ちょっとよくわかんないですね。でも罪に問われないからもらっちゃえっていうのも、いや、これモラルが、やばいですね、この人ね。どんな人が全然、犯罪として立件されてないんでね。もちろん実名も出てないんですけど、周りの人がいたら、いや、返した方がいいでしょっていう一言を言う人もいないんですよ。だから友達いないですよ、この人。うん。しつこいですかね。こんなんもらっちゃう人がいたら、ちょっと、友達辞めますよね、絶対。家族にいたら、引きますよね。で、このニュース中で、すごい懐かしいワードもあったんですよね。なんかね、この振込先を記録した媒体があるんですけど、なんとフロッピーディスクらしいですよ。令和の時代にフロッピーディスクって。いや、これはね、懐かしいと思いましたけどね。こんなのフロッピーディスクに入れるんですね、今の時代に。って思ってコメント欄見たら、なんか意外や意外、あんま批判的な意見ないんですよね。なんかどうも、フロッピーディスクって容量がめちゃくちゃ少ないんですよ。確か2メガバイトぐらいですか。なので、もうろくなデータ入んないわけですよ。だけど、その振込先とかのデータってテキストなんで、すごい少量のデータなんですね。だそれを持ち運ぶのに、フロッピーにちょっとだけ入れて持ち運べるからいいみたいな意見がありましたね。ちょっとよくわかんないですけど、だから要は、大容量のフラッシュメモリとか今いっぱいあるじゃないですか、USB メモリとか。それを使うとものすごい大量のデータが入るから、もし窃盗、盗まれた時とかに大変なことになると。だから意外と銀行とかは未だにフロッピーを使ってるっていう情報が Yahoo のコメント欄にありましたね。まあ、あまり Yahoo コメ信憑性は低いんで、鵜呑みにはしてないですけど、あ、なるほどと思いましたね。だけど、フロッピーディスクっていうワード、この令和で聞くとはね、懐かしいですね。知ってますか？こんぐらいのディスクでね。
もう現物見るのは、現物いつ見たかな？ 10 代とかじゃないですか、多分。20代で見たか？ギリギリ。とにかく10年以上見てないですよ、フロッピーディスクは。家にあるかもしれないですね、でも探したら。なんかものすごい昔に買ったプリンターの設定とかも、が入ってたのがフロッピーディスクだった気がしますけど、捨てたかな？まあ、そんな話はどうでもいいですかね。で、なんでこんな話したかっていうと、実は、この話に似たことがですね、私の身に起こってるんですね。ものすごい、この4630万円ってありますけど、もう、桁はもう全然違いますよ。ものすごいしょぼい話なんですけど、これまだ確定してないんでね。確定したら、また動画にしてお話しますね。今日はそんな感じなんですけど、今日は夜9時頃から生配信しまして、めっちゃ激辛の焼きそば食べますんで、挑戦しますんでね。ぜひ、私が苦しんでる姿を見たい方は、来てください。9時頃ですけど、多分実際食べ始めるのは1時間後とかですかね。一通り絵とか描いたり、まあ、あとゲームも少しできたらテトリスとか。それやってからの焼きそばということで。もうアイスも買ってね。準備万端ですから。そういうことで、ぜひ来てください。ありがとうございました。